で、ダイブテーブルだと、こっから水面までの時間とか、そういうの、わからない。管理できないんです。で、じゃあ同じ水深18メートルに30分潜りましたっていうだけのダイビングのデータがあってしまう。でも実はこのダイビング、これも18メーターに30分。例えばこれとこれだけでも体にたまる窒素って違うんですよ。逆にここからここまでが、ダイブテール、こうやって全部潜水時間で40分でした、ダイブの数字は10分で終わらないでした。でもこれだけのデータを見れば、最終的にこう潜った後に、このずっと朝はずっと長くて、これ最終的にじゃあ60分ぐらい潜ってましたっていうのがダイブテールでは分からないです。やっぱり当然こっちの方が小さな方が溜まってるわけじゃないですか。そういうのをみんなこの子が教えてくれる。